コンの営業利益がおかしすぎる件。日本ハムの本拠地エスコンフィールドを含む F ビレッジを運営するファイターズスポーツエンターテインメントが2024年10月13日に北広島市内で開業6ヶ月間の事業報告を行った。F ビレッジには303万人が来場し、そのうち約3分の1を CIB 以外が占めた。営業利益は札幌ドーム時代の19年に比べ 242% 増の26億円が見込まれており、チーム強化費の捻出やハードへの投資などを積極的に行う方針という。良いものを作れば客は入る。結果的には新球場を作らざるを得ない状況に追い込んだ天下り役人のナイスアシスト。札幌ドームの問題は残るが、人件費や設備もろもろ差し引いた中での利益やぞ。札幌ドームの下っ端の人が日ハムに土下座して、オープン戦でいいから札幌ドームで試合開催してほしいって言って、そうで上がアホなせいで下が苦しんでるのを想像すると涙出る。札幌市民なんだけど、この事実は本当に心から情けないと感じるな。自分としては今の市長に対して本当にこの事実をしっかりと受け止めてくださいと心から訴えたいと思う。まあ広島から交流戦見に行った人間が松田の10倍良かったと言っていたから、魅力あるボールパークにしたんだろう。北広島市の熱意と日本ハムの思いっきりの良さの勝利だろう。奴隷契約を当たり前だと思っていた札幌市の傲慢と北海道という辺境に来ていただいたという感謝の念を忘れた当然の末路。めちゃくちゃ有能な北広島市長と何か変だなと思われている札幌市長能力の差が結果として出てる。終わってみれば移転して大正解よ。一生懸命頑張る民間、それを搾取しまくる田舎役人、何か変だな。役人は市民の下僕のはずなんだけど、札幌がいかに搾取していたかがわかる。共存していればこの利益の何割かは売れただろうに。自分が儲けて相手も儲けさせる、これが本当のウィンウィンの関係だよ。札幌市はやりすぎたんだ。いかに札幌市がファイターズの足かせになっていたか。そりゃ毎年20億以上ハムからむしり取ってたんだから無理もない。あれ札幌ドームの野球機能いらなくね。北海道にはこれだけのポテンシャルあったんだよな。札幌ドームもちゃんと運営してたら。ここで元札幌ドーム社長にコラムを一本執筆依頼してほしい。なんか変だな。一番の勝ち組は北広島市なんだよな。 JR 北はこのビッグウェーブに乗り切れるかどうかで決まる。エスコンだけじゃなく、エスコンにくっついてくる仕事と従業員をどれだけ引っ張り込めるかが鍵。まずは新駅次に一体となっての開発。北広島の地価はどんだけ上がったんだろう。エスコンはタダで入場したって、飯とグッズで収益は丸儲けだからな。試しやない日でめちゃくちゃ入場者取れとるし、 F ビレッジ全体はこれでまだ3割完成や、指導外からもアホみたいに入場者いけるし、年中儲けれるビジネスモデルと施設やから、これからガンガン伸びる未来しか見えない。市が儲かっているところは市民税やら水道代とかが安いと聞いたことがある。何年後か北広島市の住民も恩恵受けられたら良いよね。札幌市市民税値上げします。シーズン開幕時に北広島とか絶対失敗するって言ってた奴らはひどかったな。そんなこと言ってた奴らは今はエスコンに人が集まりすぎて道路渋滞して、地元民は大迷惑って言い出してるぞ同心とか。そんな奴いたっけ。ごく一部の殺土職員ぐらい。ファイターズのファンではないが、道外の人間からすると新千歳空港から近いのが何よりありがたい。年間1回あるかないかだけど、エスコン行きたいと思うもの。ネットニュースに溢れるネガティブキャンペーン、本当にうざかったが、これが現実。ハムは必ず強くなれる。本土からでも球場に泊まれるなんて最高だもの。時間気にせず楽しめるんだし。チーム強化にお金回せるようになるのはいいことだけど、巨人みたいにただ活躍してる選手金で集めてもチームで噛み合わなきゃ意味ないから、チームに合う選手を強化してほしいところ。球場観戦嫌いな関東人だけど、エスコンは一度は行ってみたいわ。10月に関東からエスコンに遊びに行きました。散歩したり、つくつく乗ったり、ご飯食べたり、楽しかったです。北海道に行ったらエスコン行きたい。エスコンの建設に600億かかったけど、10年もあれば元取れそうやな。数年後にはエスコンの方が建築費を早く完済した件という記事が踊りそう。殺度潰せ。それが全道民にとっての利益となる。札幌ドーム解体一択、丸山球場見やすい札幌ドーム、税金の無駄遣い。頑張れ札幌。僕は札幌を通過点にしか使わないけど。さあ、初年度から移転大成功を裏付ける数字が次々と発表されているエスコンフィールドですが、今年はチーム成績、営業利益でともに昨年を上回る成功を見せてくれるのでしょうか。ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。